1>, 1、1、1、2、テトラフルオロエタン、R-134R、HFA-134R、フレオン -134R、フロン -134R、ジェネトロン -134R、フロラソル -134R 13、スバ -134R、または、HFC-134A とも呼ばれるは、ハイドロフルオロカーボンであり、ハロアルカン。 R-12 に似た熱力学的特性を備えた冷媒で、オゾン層破壊の可能性はわずかであり、地球温暖化係数はかなり低い。構造式は CH2 回 CF3 で、大気圧における沸点は低、摂氏26.3度。R-134R 容器の色は明るい、青として1、1、1、2、テトラフルオロエダンの使用を開始し、 もともと、R-12 を装備していたユニットを変換するための改造キットが利用できる。他の用途には、洗浄溶媒としての発泡プラスチックの発泡、気管支拡調剤など医薬品の DDS 噴射剤、ワインのコルク除去剤、エアダスター、圧縮空気から水分を除去するための空気乾燥機、などがある。1、1、1、2、テトラフルオロエタンは、 オーバークロックの試みで、コンピューターの冷却にも使用されている。配管パイプ凍結キットで使われる冷媒でもある。また、エアソフトガンの噴射剤として、一般的に使用されている。ガスは、多くの場合、シリコーンベースの潤滑剤と混合されている。テトラフルオロエタンは、エアダスター管の中で圧縮されていて、室温で、大気圧にさらされると沸騰する透明な液体であり、 使用中に炭に反転させるだけで、一般的なエアダスター缶から抽出できる。1、1、1、2、テトラフルオロエタンは、他の有機溶媒や超臨界に酸化炭素に変わる。可能性として、香量や香水の抽出に適した有機溶媒としても検討されている。また、液体及び超臨界流体の両方で有機溶媒としても使用できる。 大型ハドロン衝突型加速器の抵抗ワンチャンバー、粒子検出器で使用される。また、他の種類の粒子検出器、例えば極低温粒子検出器にも使用される。シールドガスとして、マグネシウム精錬における6復解用の代替として使用することができる。1、1、1、2、テトラフルオロエタンは、有電性ガスとしての6復解用の代替としても、検討されている。 アーク証拠特性は劣るが、有電特性はかなり良好。近年、1、1、1、2、テトラフルオロエタンは、気候変動への寄与により使用制限の対象となっている。地球温暖化係数は1300。自動車技術者協会は1、1、1、2、テトラフルオロエタンを自動車の空調システムで、 新しいフッ素化学冷媒二法1 2 3 4 u フに置き換えるのが最適であると提唱している。カリフォルニア州では、エアコンの非専門的な充填を避けるために、缶入りの1、1、1、2、テトラフルオロエタンの個人への販売を禁止する場合も、ある。1994年10月以来、ATCP-136 の下で、ウィスコンシン州では禁止され、 15ポンズ未満のコンテナサイズの販売は禁止されていた。ただし、この制限は、化学物質が霊媒になることを意図した場合にのみ適用されていて、2012年に禁止自体が解除された。販売禁止が有効だったまも、このウィスコンシン特有の禁止は抜け道があった。例えば、化学物質が霊媒になることを意図していないため、化学物質を任意の量で、 エアダスター容器を購入することは合法だった上に、HFC-134A は 7671A リストのクラス I 及びクラス2物質に含まれていない。1112テトラフルオロエタンは1990年代初頭にオゾン層破壊特性を持つジクロロジフルオロメタンの代替品として初めて登場した。1112 テトラフルオロエタンは、オゾン層破壊への影響と、地球温暖化の原因として、大気モデル化されている。過去10年間の1、1、1、2、テトラフルオロエタンの濃度は、2001年から2004年の間に、大気中濃度の倍増を明らかにした、最近の研究で、地球の大気中に大幅に増加していることを示唆している。オゾン層を破壊するポテンシャルはわずかで、 地球温暖化係数で酸性化の可能性は無視できる。GWP が高いため、1、1、1、2、テトラフルオロエタンは EU での使用が禁止されており、2011年に自動車用途から始まり、2017年までに完全に廃止された。テトラフルオロエタンは通常トリクロロエチレンとフッ水素を反応させることで製造される。 1112テトラフルオロエタンの空気との混合ガスは大気圧及び摂取100度までの温度で可燃性ではない。ただし高圧及びまたは高温で高濃度の空気を含む混合物は添加できる。1112テトラフルオロエタンと炎または摂取250度を超える高温表面との接触は蒸気の分解と復活水素や フッカカルボニルなどの有毒ガスの放出を引き起こす可能性がありる。1112テトラフルオロエタン時代の LD50 はラットで1 5 0 0ム立方メートルであり、吸入剤の乱用に固有の危険は別として比較的無毒である。機体の形態は空気よりも密度が高く肺の空気を痴漢する。過度に吸入すると窒息する可能性があり、 乱用によるほとんどの死の原因となる。1、1、1、2、テトラフルオロエタンを含むエアゾールカンは逆さにすると効果的な凍結スプレーになる。圧力がかかると、1、1、1、2、テトラフルオロエタンは圧縮されて液体になり、気化すると大量の熱エネルギーを吸収する。その結果、蒸発すると接触する物体の温度が大幅に低下する。 これにより、皮膚に接触すると頭症が生じたり、目に接触した時に失明することがある。医療用途では、1、1、1、2、テトラフルオロエダンの一般名はノルフルランである。一部の定量吸入器の噴射剤として使用される。この使用は安全であると考えられている。ペンタフルオロプロパンと組み合わせて、総和前の局所冷却剤スプレーとして用いられる。また、 吸入麻酔薬としての利用可能性が研究されているが、吸入で使用される容量では、暇水薬である。ありがとうございます。